福岡県道755位、諏訪屋線は福岡県久留米市を通る一般県道である。起点は甲羅大社付近であり、県道とミノスカイラインの区別が分かりづらいが、追越禁止区間の境界が起点となる。甲羅大社の登山路には暴走族対策の凹凸が路面に作られており、深夜は自動に臨車通行禁止となっている。また、初詣の時期には、 起点付近が上り、方向への一方通行となり、下りは迂回路がある。追い町にある甲羅大社の鳥居、右奥に九州自動車道との立体交差が見える。奥が起点側、手前が終点側甲羅大社よりやや西側の起点から、未能山地の急カーブの続く山道を北西に降りていく。この山道沿いに神社がいくつか立地している。老町の住宅地に下り、 九州自動車道の下と甲羅大社の鳥居の下を、くぐり、北西に進む。久留米大学老いキャンパス前の甲羅山、入り口交差点で左折した後剣道湯の、玄愛川線と重複して南進し、すぐに、同大学の敷地沿いに右折して西進する。そのまま、住宅地の中を西進し、途中で、久し大本線の踏切を渡り、 西鉄久留米駅の南側の諏訪谷町で国道3号と接続し終点となる。ありがとうございます。